はい、地元の後輩です。ベルマーレでもプレーしました臼井浩平くんです。よろしくお願いします。臼井くんはここは自分のフットサルコート。そうです、はい。実業家。実業家じゃ全然実業家じゃないんで、はい。まあ、子供たちをね普段教えてるということで、はい。今日ちょっとせっかくなんでね、子供たちに向けたちょっと練習方法というか、子供たちが一人でもできたりするような練習方法をちょっと教えてもらいたいなと思うんですけども。そうですね、一応うちスクールでドリブル特化っていうのをやってるんですけど。ドリブル特化。はい。で、一応このボールがテクニックボールって言って、3号の大きさで5号の重さ。3号の大きさで5号の重さ。重さでやっぱちゃんと芯を捉えないと蹴れなかったりドリブル運べなかったりっていうので、一応このボールちょっと使って、はい、夏とかは裸足でちょっとやるようにして、で本当にシンプルな最初入りとしては、もう一人ボール1個持って必ずちょっとグリグリというような形をやって、はいはい、ロールですね、はいはい、ロールよこうロールをもう必ずインサイドアウトサイドをちゃんと使うようにって細かいところを入れて、まあその他は本当にいろんなタッチあるんですけど、まあ特殊というかやってるのはちょっとジンガ。ジンガ、ジンガ、ジンガじゃないのね。ジンガじゃないです。引き抜けじゃないの。そう、それじゃないです。違うの。一応ジンガっていうのをやってるんで、はい。で、一応このボールから足を常に離さないように、おー、ちょっとこう、へー、でこれができるようになると本当ボール見ないでちょっとできるようになるんで、はいはい。で、これまあうちではジンガ2とかこういう、うん、ちょっとこう目隠ししてやったりとかもやるんですけど、へー、一応こういうボールタッチとか、うん、リズムよく常にこれの繰り返しとか、まあ、あんまりちょっとボールばっか見て下ばっか向く選手になってほしくないんで、うん、まあ、顔を常に上げるってことを意識しながら、それでその大きさでやってボールが大きくなってももうそれがうまく根付いちゃえば。そうですね、ボール、まあ、ちょっと大きさに最初戸惑うかもしれないですけど、うん、ある程度ボール見ないで、そういうことは技術的な部分は多分身につくのかなと思って。ジンガ、ジンガ、はい、ジンガ、ジンガ、ジンガ、これとプラス前にこうちょっと進んでいくような、はいはいはい、はい、バージョンがあったりとかね。バックもできるの。バックはこう、まあその他にもちょっとボールタッチで、うん、まあほんとシンプルでこう、バックヤード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 、はい、バックヤード。 L 字バック、ほんと英語の L 書くような、まあ多分どこもやってると思うんですけど、はいはいはい、シンプルに L を書くような L 字バックとか、プラスさっきやったバックヤードですね、アウトからちょっと入るような、これもボール、まあ、ちょっと見ないでやるとか、っていうような、まあ、その他にもちょっといろいろあるんですけど、ちょっと触りの部分としてはちょっとこういうようなことをやってます。なるほどね、はい、引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。あーシュートだろ。